はい、皆さんどうもこんにちは、クロロです。今回は夢特製ドラミドロの巣穴の場所の説明をしていきたいと思います。さあこちらね、もう出してるんですけれども、場所をね説明していきますね。まずこちらね、海なんですよ。海の上に浮く島にあります。目の前に見えるのが駅ですね。はい、ここまで走ってきましたら、はい、マップを見ます。こちらでございますね。一礼の原ワークアウトの海のまっすぐ来たところにあります。それでは駅前に飛んできましたら、まっすぐね、海に向かいましょう。海に向かいましたら、光の柱が出てないと分かりにくいと思うんですけどもね、服の上にちょこんとね、巣穴が乗ってるので見えるかなと思います。ここが巣穴の場所でございます。はい、巣穴から見たら駅が小さく見えますね。はい、こちらでございます。間違ってもね、海の上の巣穴と間違わないようにしてください。この島の上に何もないのが特徴でございます。さあ、早速ね、バトルしていきましょう。さあ、どうでしょうか。はい、ドラミドロー、来ましたね。はい、こちら夢特製の適応力のドラミドロでございます。この巣穴から太い光の柱が出ているときは、ランターン、シードラ、スターミー、サメ肌の夢特性も出ます。さあ、ここで注意点なんですけれども、シールドの方にしかドラミドロとクズモは出ませんのでご注意ください。代わりにソードの方では腕っぽうとブロスターが出ます。その他にはヘラクロスはシールド、カイロスはソードにしか出ません。ダウンロードコンテンツでもソードの違いが出るんですね。はい、こちらの動画少しでもいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。またな。